ちょっと腕試ししてみないか。気が向いたらまたおいで。モンスターがいるね。この場所を近づきすぎるとタゲ取られるから。Thank you.
扉。キリトはずっと SAO で戦ってきたんだよね。まあそうだよ。 ALO に来て何か変わったこととかってある？変わったこと？なんていうのかな、 SAO では毎日本当に命がけで戦ってたんでしょ。 ALO でキリトがそこまで本気になることってあるのかなって思ってさ。どうだろうね。確かに ALO にも強いプレイヤーはたくさんいるよ。そういう相手とデュエルしたり、高難度のダンジョンに挑んだりすると確かに熱くなることもあるな。でも SAO のキリトはあの時みたいに命がけの俺はもうここにはいないかもしれない。ゲームをクリアしたことによってアインクラッドと一緒に役目を終えたんだと思う。じゃあ同じキリトでもやっぱり SAO と ALO じゃ少し違うってことなんだね。ああ、そういうことになるのかな。僕だったらこの VR 世界にいる限り勇気には変わりないと思うんだよね。ここで過ごした時間が僕の全てだからさ。もちろん SAO のキリトが完全にいなくなったわけじゃないとは思うよ。あの頃の俺があったからこそ今の俺がここにいると思うから。その感じなら僕もわかるな。昔の僕があったからこそ今の僕もあるし、今の仲間と出会えたのもその昔があったおかげだもんね。キリト？いや、なんでもないよ。勇気が大事なことを思い出させてくれたなと思ってさ。そっか、それならよかったよ。ああ、勇気ありがとな。うん、どういたしまして。
注意してください。当たれ。敵の攻撃に注意してください。当たれ。攻撃が来ます。
間に合ったか。これで行きましょう。
せるな。落ち着け。キルト。ずっと SAO で戦って。